こんにちは。今日は2024年の7月3日です。7月3日です。もうすぐオリンピックですね。今年はオリンピックがあります。今年はオリンピックの年です。オリンピックは4年に一度開催されるスポーツの大会ですね。 今回のオリンピックはどこで開催されますか今回はパリですね。フランスのパリで開催されます。前回は東京でした。日本の東京でした。覚えてますか前回は4年前なので、本当なら2020年のはずでしたよね。 でも、コロナで、コロナで、延期になりました。もともとは2020年の予定だったけど、コロナで2020年にできませんでした。開催できませんでした。そして、1年延期されました。2020年の次の年、2021年に延期されました。 だから今回のパリオリンピックは4年ぶりじゃなくて3年ぶりのオリンピックです。皆さんはオリンピック見ますかテレビで見ますか観戦しますか私はスポーツを見るのが好きです。スポーツ観戦が好きです。スポーツをするのはあんまり 好きじゃないけど、見るのは大好きです。だから毎回オリンピックを楽しみにしてます。毎回オリンピックが楽しみです。今ももうすぐ始まるパリオリンピックを楽しみにしています。オリンピックではいろんな競技がありますよね。様々な競技があります。例えば、 何がありますか例えば、サッカー、バスケ、バレー、ラグビー、あとはテニスやバドミントンや卓球もあります。それから、陸上、競泳、自転車などもありますね。他にもたくさんの競技があります。皆さんは、 何が楽しみですかどの競技を楽しみにしてますか私は楽しみな競技が色々あります。色々あるけど、中でも特に競泳とバスケと新体操が楽しみです。なんでこの3つが楽しみなのかというとうちの子供たちが 今、この3つのスポーツをやってるからです。息子は今、バスケを習っています。週に1回、1週間に1回、バスケットボール教室に通ってます。娘は最近、ちょっと前から、新体操を始めました。娘も週に1回、新体操教室に通っています。 それから、息子も娘も二人とも今水泳を習っています。二人とも週一でスイミング教室に通っています。バスケと新体操と競泳は子供たちがやってるスポーツなので、子供たちと一緒に見るのが楽しみです。 一緒に観戦するのが楽しみです。皆さんはどの競技を楽しみにしてますかそれから皆さんの国はどの競技が強いですか皆さんの国はどのスポーツが得意ですか国によって得意なスポーツ、強いスポーツが違いますよね。例えばサッカーだったら 南米やヨーロッパの国が強いイメージがあります。競泳だったらアメリカやオーストラリアが強いイメージがあります。マラソンだったらアフリカのケニアが強いイメージがあります。そんな風に国によって得意なスポーツが違いますよね。皆さんの国は 何が強いですか日本は何のスポーツが強いか知ってますか日本はまず柔道が強いですね。日本は毎回柔道でたくさん金メダルを取ります。あとはレスリングとか体操も強いです。今日はオリンピックの話をしました。オリンピックにはあんまり興味ない。 見ないという人もいるかもしれないですけど、私はすごく好きです。すごい楽しみです。今日はここまでです。またねー。